飴の商品レビューじゃないから。今日はなんと珍しく電車で旅をしています。どこに行くんだっけ。ここマイクいるんです。今日マイクいます。今日はね、昭和記念公園の昭和記念公園にこれから行くところです。なんかここミッキーいます。ミッキー入れてるんだよね。車より電車乗った方がいいかなと思って、今日は電車に乗って行きます。あ、電車来たよ。よし乗ろう。立川昭和記念公園に無事着きました。多分ね、トランポリンとかがあるところまでだいぶ歩くと思うので、頑張って歩きたいと思います。イエーイ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 、最高、涼しい。はい、なんやかんやでいろいろ頑張って漕いで着いて、なんとこちらの広場に到着しました。超この木なんの木、気になる木って感じ、わかる。この木なんの木、気になる木、見たこともない木ですからみたいな感じだよね。靴脱ぐ。よし、やろう。はい、楽しそうでございます。よかったね。じゃあ3、2、1、じゃあお尻かゆー、お尻のマッサージになる。おいで、お昼休憩でーす。豚汁食べまーす。暑いよ。めっちゃ暑いよ。暑い。暑い？この豚汁超うまい。幸せ。手作りかな。幸せ。幸せだね。うん。手作りっぽくない？一緒やったよ。何やったの？一緒。一緒にやったの？うん。何やったの？これやった。いや。はい。危ない危ない危ない。危ない。美味しいね。美味しいね。
ババナ。ババナ？ババナ？ババナじゃないよ。豚汁美味しい？うん。よかったね。豚汁好きだもんね。リサ。リサに今買ってる。ペンビがショロバ。なんかさ、公園とかでさ、わあなんか仲間外れとかありそうみたいな女子の集団いるよね。自分の子供がいじめられたりとかしたらどうすればいいんだろう。S。どの子にもいじめられるさ、ごめんね、危険性っていうかさ、なんだろう。あ、いいよいいよ。同じ確率あると思うんだよね。理由が何かってだけで。だから、まあよくね、ポンスはね、親が YouTuber でいじめられるんじゃないかって言われてるけど、別に私たちが YouTuber じゃなくてもこの子はいじめられる可能性を持ちながら生きるわけよ。その理由が何かって話であって、私だっていじめられたことあるし。ちょうだいよ。だから、いかにそのいじめをね、もう母ちゃんいい話してんだけど、いじめられる原因を消していくより、いじめられたとしてもそこに立ち向かえる精神をこっちが鍛えておけば、まあ、何が理由でいじめられるかなんか分かんないからね、別に。でもしかしたら、え、マジお前んちの親 YouTuber 最高じゃん、友達になろうよっていうパターンもあるかもしれないじゃん。じゃあポンスのことを守ってくれる大人だって絶対現れるよ、友達だって。ね、私はそういう明るい気持ちで生きていきたいなって思う。ね、ポンス。ね。ポンスさん。美味しい？いいね。うーじゃないよ。はい、というわけで。立川昭和記念公園の旅がこれで終わりです。ポンスはクタクタでもうきっと寝ます。なのでこれから帰りたいと思います。あのね、すごいね、サイクリングコースがめちゃくちゃ気持ちよかったから超おすすめ。駅からも近いしね、ぜひ皆さんも行ってみてはいかがでしょうか。それではまた次の公園ソムリエでお会いしましょう。さようなら。